皆さんこんばんは。こんばんは。68回目のトイラジ放送始まりました。よっ。番組の MC を務めるのはモテラの大越智也と聖徳義隆です。よろしくお願いします。はい、スタッフさんからもごめんねって連絡があったんですが、チラ見せ設定を忘れてしまっていたそうで、教えてくださったコメントで教えてくださった方ありがとうございます。そう、ね、回数を重ねたことにより、うん、慣れっていうものがだらけに出てしまって、うん、もう僕たちはもう僕も喋れないですもん。今日はずっと噛みます。今日はずっと噛みますだので皆さんは何を喋ってるかはよく判別してください、はい、みんながここぞとばかり、ここぞとばかり、さっきねリハーサル中に大越さん噛んだんですよ、盛大に、ね、ずっと噛んでたもんね。ずっと噛んでたからね。そう、噛みまみた、はい、怖かったですね。はい、音声映像情報ですということで、皆さん改めましてこんばんは。な、聖徳義隆です。こんばんは。と聖徳義隆さんがお届けする東亜寺本放送なんですが、うん、前回の配信から約2ヶ月ぐらいかな。2ヶ月は経ってないのか。うん、そうね、2ヶ月半ぐらい。2ヶ月は経ってない。うん、はい、でもやってない月が挟まったわけじゃないよね。いや、やってない月も実はあったんじゃないかな。あれ先月やってないとかだったっけ。4月やらずに5月やって今月だから、うん、この間は大丈夫なのよ。あ、大丈夫なんだ。したくないけど4月はやんなかったのよみんながこう、ああそうだったって思われちゃうからあれなんだけど、気がつかないまま、うん、にゅるっと過ぎていけたらいいなって。いやでもやっぱね、静岡、まあ、今日静岡の話なんだけど、はい、静岡の話なんかだいぶ昔だよねって思ったけど、ね、もう2年前ぐらいの感覚ですよね。なんか今更っていう気持ちになるぐらいなんだけど、はい、実際は一月ちょいなんだよね、まだね。そうですね、帰ってきてすぐぐらいだもんね、うん、気持ち的にはね、先月がだと思うんだよ、ね、うん、なんだよね、不思議、この1ヶ月が異様に長く感じておるよ。あー、なんかね、ちょっとね、うん、静岡ホビーショー終わってから本当にバタバタしてて、バタバタしてた、本当に、うん、バタ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 してた。なかなかその、うん、SNS とかの更新もままならないくらいバタバタしてたんで、ねえ、 SNS の鬼と言われた大越さんがねえ、ここまで鬼でもないけど、いや鬼、赤鬼だよあなたはでも口元はやっぱ大事にね、お知らせしたいなっていうのがあるので、うん、もう丁寧な告知を心がけています。いや、さすが、はい、さすが鬼軍曹どうしてこうなっちゃうの。いや、素晴らしいってことですよ、バシッと袋ろぞっていう。ありがとうございます、うん、ちょっと間が空いてしまったというか、まあ、静岡ホビーショーからちょっと間が空いてしまったんですが、ね、いろいろと思い出しながら、ね、そうね、お話ししだいぶ忘れてしまっているけども、なんかいい思い出としてなんかこうおぼろげにおぼろげにこう、うん、よかった、今いい思い出はないですけどって言うんじゃないかと思ってすごいヒヤッとしてる今大丈夫、なんだっけ、配信だから、配信だから、はい、そっか、うん、配信以外ではそんな話ばっかりだけど、配信ではしないよってことね。そんなこともないよ、はい、なんか、はい、話したから怒られる。丁寧にお話ししていくよ、うん、ね。でも、うん、なんか久々だわ、こういうなんかこう叩き落とされる感覚。まあ、お子さんぐらいね、偉くなると打たれる感覚、お越さんぐらい偉くなるとこんなことももうないですもんねもう何を言ってもなんかこう背中からこう、ね、後ろ背後からいろいろとよからぬことを、はい、聖徳は後で怒られるリスクを背負いながらも今日も皆さんの代弁者として頑張っていこうと思いますのでよろしくお願いしますみんなそう思ってたんだ
じゃあ、68回目の本放送も皆さん見てください。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、じゃあ、心を若干折れかけておりますが、行きましょうかね。折れるの早い。大丈夫、これでも大丈夫、続けられるようになった。まあそうだね、もうメンタル的には、うん、トイラジ初期だったらもう帰ってたもんね、きっとね。帰ってた、うん、わかるわかる。もう泣きながらこうわーってダッシュしてる。あと終わった後にガチの流れで、あんなだったらもうやめてもいいんですよって詰められるって、ね、きっとね。冷ややかに、ね、冷ややかに、あの、ま、マジ越しがね、来るとこだったからね。なんか聡徳さんに、なんであのタイミングでああいうこと言うんですかみたいな、ね、ああいうことされると本当に困りますみたいな、ね、もうなんかもう僕が奥歯がカチ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 になるすいませんっつって。まあその静岡ホビーショーのお話も、うん、まあ、後ほどゆっくり、まあ、そうはね、あの今回のメインテーマですからね、はい、後ほどということで、はい、うん、まずは、近況報告のコーナー行きましょうかね。お、うん、はい、じゃあタイトルコールよろしくお願いします。え、あ、はい、じゃあせーので言うよ。はい、はい、せーの。ちょっと間が空いちゃったから、いろいろお知らせすることがあったりなかったりするかもしれないけど、近況報告のコーナー、コーナー、イエーイ。たり合いすぎて、多分僕の声が断片的に聞こえてたと思う。いっぱい練習したもん ね、シンクロ率がねだいぶ高いですから、もうちょっと高くなると僕がオレンジの液体になってしまうので。そうなっちゃうんだ。聴徳が LCL に溶け込んでしまうんで、そうすると僕の服だけが漂うことになるから、ちょっとそこは我慢してますけども、はい、うん、はい、いうわけで近況コーナーね、近況報告、近況コーナー行きましょう。短く、うん、短くギュッと、はい、近郊とかでもいいよ、もうもっと縮めて。短くなっちゃう、何言ってるか分かんなくなっちゃうからね。ね、はい、はい、待って、今月も、いろいろとお知らせすることがありますね、うん、はい、どっちからいきますか。まあ基本的には多い大越さんから言っていただかないと。いや最近そうでもなくない。いやいや、もう僕なんか本当にもうトピックスのとの字もなくて、本当に細々と爪に火を灯して生きているそんなモデラーですから。自分不器用です。ね、はい、じゃあ私からいきましょうかね。はい、はい、ね、まずね、はい、じゃん、6月13日にホビージャパンブックの、夏の子プラモアーカイブ本が出版になりました、私はですね、作例を担当させていただきまして、タイムクワガタ、これ後ろの背表紙とかは見せても大丈夫かな、大丈夫、表紙だから大丈夫かな、じゃない、うん、中身じゃないかね、はい、中身じゃないです、はい、このタイムクワガタを担当させていただきました、うん、はい、で、ボンペイントを使ってね、キラキラのメタリック塗装に挑戦しております、うん、で、まあ、作例の写真も、あと私以外にもいろんな、ね、モデラーさんが、タツノコプロのプラモデルを制作されてるので、なんかプラモデルを通してのタツノコプロの作品を紹介するとか、あとそのなんだろう、インタビューとかもたくさん載ってるので、読み物としても楽しめますし、模型の本としても楽しめる本になっているかなと思いました、はい、なので、お見かけの本屋さんで見かけられた方はぜひ手にしていただけると嬉しいです。ね、すごい前に作ったんですよ。タイムクワガタ。はい、年明けぐらいに作ってたんですよ。ああ、そっか、そんなんですね。制作期間は1月とか2月ぐらいだったんですけど、うん、なんかね、すごい寒い中で、ね、1日もう12、3時間ぐらいずっとエアブラシで塗装して、そう、
そうね、本によってはね結構ラグがありますもんね、出るまで、ね、うん、うん、そうなんですよね、ようやく、うん、だからその時の配信とか見ていただく、アーカイブとか見ていただくと、あの言ってるんですよね、今ちょっといろいろ作ってるものがあって、あ、はい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 、うん、もうすぐお知らせできるかもって言ってたんですけど、まあ、あの本って自分の都合で発売日って決められるものではないので、そう、で、まあ、あの出版社さんも、まあ、内容とかね、いろいろこう、うん、より良い調整をされて、あのついに6月出版ということになりまして、うん、はい、ありがとうございます。私もね、たくさんのモデラーさんの中にね、名前を加えていただけること、本当にねありがたいなって思いますし、うん、なんかあの結構ね、ボーンペイント自体も初めてだったんですよ、今回使うの、はい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 、なので、私自身もなんだろう、こういろんな失敗をしたりとかして、うんうんうん、あの全部ね、あのこのタツノコプラボアーカイブのね制作記事の中に載ってるんですけど、うん、失敗も全部あの完成間近に、ね、ま、間際にねすごい失敗があって、本当に心を折れて、うん、京都さんにも確か相談したんですね、うん、そうえ、だからあの時期だから、 うん、そうだよね、だいぶズレがあるもんね、うん、うんうん、なんですよ、うん、なので、あのいろいろあの失敗も、あと、うん、実際に使ってみてこんな風に使ったらうまくいくよっていうポイントも全部、はい、あのページ数が許す限り全部載せたのでね、あの、うん、興味がある方はぜひご覧いただけたらと思います。はい、はい、でもう一つ、お知らせがあります。6月の24日24の、夜に、FM ラジオ川越の川越ロック発行プラモ深夜族っていうラジオ番組にゲストで出演させていただきます。お、今回はあの大越智恵一人じゃなくて、モケイ&ジョイの上門さんと一緒に、はい、あのゲストで呼んでいただいております、はい、うん、で、なんでしょう、ラジオの MC の、 あの発行さんっていう方がね、うん、とってもプラモが大好きで、うん、あのプラモデルトークをねめちゃくちゃたくさんさせていただいておりますので、あのぜひあの皆さん聞いていただければと思います。そう、モケ&ジョイはあのもともとモケジョっていうあのプラモデルサークルとして活動してたんですけど、うん、この春にあの名前をモケ&ジョイ、楽しむのジョイに変更させていただいて、うん、あの新たな活動を始めることになりました、うん、でその活動を始めてすぐにあのゲストって呼んでいただいたのもあって、いろいろとこれ今後の、あ、これまでの模型上の活動の話とか、これからやりたいことの話とかもいっぱいさせていただいてますので、うん、ぜひ皆さん聞いていただけると嬉しいです。一応ね、ラジオ川越っていう川越の、視聴エリアになってるんですけど、うん、インターネットとか、あとスマホで聞く場合は、ラジオを、ね、聞けるアプリがあって、全国で視聴可能エリア外にお住まいの方もリアルタイムでお聞きいただけますので、いい時代ですよね。ラジコとか使えばいいの？いろんなアプリがあって。あ、いろいろあるんだ。はい。その今回のラジオは、レディモっていうアプリです。へー。はい。でラジオ自体はそのいろんな FM 局さんのラジオは、サイマルラジオ配信でしたっけ、うん、インターネットを通して聞けるようになってて、なのであの全国どこでもお聞きいただくことができますので、ぜひ金曜日夜のひととき耳を傾けていただければと思います、うん、はいはい、大越さんの、今回の告知はこれぐらいかな。そう、なるほど。はい、モケ&ジョイの話は後で、あのホビーショーの時に詳しくさせていただきますね。はい、なるほど。は
立てて、上徳さんのターンでございますよ。私ね、うん、私ね、まあ、まずあれだね、パッと出るところからちゃんと話そう。はい、はい、まあ、雑誌関係ですけど、今月、うん、先月末かだから、はい、今一番新しく出てる月刊モデルアート、まずは。はい、はい、月刊モデルアートで、まあ、相変わらず連載やらせてもらってます。はい、超特さんの超得する回覧版でしたっけ。情報回覧版、情報回覧版、はい、は連載ですよね。であと最近、うん、あのヤマトのプラモデルを、そう、モノクロームさんから発売されたんだね、もうね、この間、200分の1のヤマトを短期連載でっていう、形で今やってるんですけど、はい、最初はね、毎月載るのかなと思ってたんだけど、ちょっと紙面の割とかの関係で、不定期短期連載にしようって話になって、で、今回載ってないんだけど、この後コンスタントに載っていくんで、完成までちゃんと連載でお届けしますよっていう形になって、はい、うん、200のヤマト、でかいです。100分の1のヤマトって、うん、350分の1よりも大きいってことですよね。そうだね、よくわかったね。はい、350分の1のヤマト、なんかすごいでかい、 この画面よりはみ出すぐらいでかいですね。75センチぐらいかな。それ以上にでかいってことですよね。線体長が 1.3 メートル超えなので、うん、でかいっすね。皆さんに分かりやすく言うと、うん、僕がもしそれをこうガッて持つじゃないですか、先輩、はい、まあ、バスタブ状になってるんで、中のフレームガッて持ってこうやって持ったら、うん、ゼータガンダムみたいになります、ちょうど。結構な大きさのシールド的なやつになる、ね、そうそうそう、ウェーブライダーになったらこれがここにつくやつ。あれぐらいありますね。へえ、まさか自分をガンダムに例えて、うん、シールドの大きさと比較みたいな。うん、だから、ね、でかいヤマトが欲しい人と、うん、ゼータガンダムの気持ちになりたい人は、うん、もう買ったら幸せになります。はい、なるほど、うん、なんか二度おいしい感じですよね。二度おいしい、実際ね、立てかけてあるんですよ、船体まだ。立てかけてある。そうそう、持ってきておくときに、こう持ったときに、うん、ちょうどこう持ったのよ、あれこの感じと思った時に、設定画のゼータガンダムとバチンってハマったんで、おーおーおーおお、深い、でかい、なるほど、うん、でその連載も連載中、連載中、はい、続きます。はい、うん、まあ、今回はね、掲示板オンリーなんで、うん、また、あ、じゃあ今回は、まあ、いろんな紙面のそのいろいろな組み合わせとかもあって、一、ね、回ちょっとお休みだけど、うん、また来月以降続きますよっていうことですね。ですね、うん、なので、まあ、はい、初回が、組み立て編、うん、基本的な組み立てだったんで、まあ、次回がエッチングパーツ組み込み編なんで、はいはいはい、このモノクロームの山とか面白いキットで、うん、エッチングパーツが付属してるんですよ、キットに。そう、オプションパーツじゃなくて、うん、キットパーツの中にエッチングが入ってるんだけど、そう、今までもね、完成模型でエッチングパーツ付きってのはあったんだけど、うん、あくまでもキットにエッチングが付いてきてますって感じだった。でも今回のモノクロームのヤマトは、細かいディテールのところはエッチングにしちゃおうって元から設計でなってるんで。なるほどね、そう、オプションじゃなくて設計でもともと、もうそうなってるわけですね。そう、だから細かくしたいところはもともとこっちでやっちゃいいじゃんっていう置き換えで成型品が出来上がってるんで、面白い。ある意味その割り切りがとてもこう分かりやすいというか、そうそうそう、ここはもうエッチングなんだなっていうのが、うん、あらかじめもうある状態で設計されてるんですね。キットの設計段階でそのハイブリッドで組むっていうことが念頭に設計されてるから、うんうん、その面白さとかは多分次回とかのエッチング組み込み編とかでそのキットの面白さを伝えていければなと思って、うん、なるほど、へえ。そうだからね、そう、つけてもつけなくてもいいってことじゃなくて、つけなきゃいけないんだけど、うん、つけなきゃいけないパーツだからこそ極力ストレスなくいい感じにつけられるように準備してますよみたいな、珍しくそういう真心とかね、心遣いが入ってるっていう。へー、
白いですね。そうだからね、200のヤマトにフルエッチング大変だなと思うけど、うん、それをねいい具合に解消するそういうねポイントが入ってるんで、非常にそこら辺あの見ていただければと思ってます、うん。これは来月以降も楽しみですね、うんうん、これは本当紙面で見てもらったらもうはっきりわかるので、うんうん、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、うん、で、続いてが、はい、まあ、一番新しく発売されてます月刊ホビージャパン、はい、月刊ホビージャパンに今回も作例載せていただいております。わあ、素晴らしい。まあね、告知としてはあのツイッターの時でもツイッターとかでもね、あの載ってすぐにあの個人アカウントで告知しているんですけど、またしても30ミニッツミッションズ、はい、やらせていただいております。え、30ミニッツミッションズの超特産の作例って何作目とかですか？あ、でもね、今年入ってからかな、結構連チャンで3作品やってるんで、うんうん、まあ、ここに来て異様に増えてますね。らしいですね。うん、エスポジット2回やって、今回の合体するガルドノバとか、うん、あそこら辺やってるんで、そう、楽しいね、サーティミッツミッションズね、あの、ちゃんとね、組み替えがハマるとすごい楽しい。あの方向性が見えると、あ、これだってなるからいいんだけど。そう。そっか。今後もね、新しい機体も出るし、あの、うん、今回作例とかでは使ってないんだけど、うん、あのオプションのウェポンででっかいガトリングガンとか、うん、新しいタイプの武装とかも出てるんで、うん、まあなんか今後もいろいろやれればなと思って、はい、今回もちょっとまあ単純な合体じゃなくてさらに形状を変えてシルエット変えた感じで、はい、カスタマイズ作例でやらせていただいております。はい、今回の作例はあの紙面掲載だけではなくてウェブ記事にもピックアップしていただいてるんですね。そうそうそう、ホビージャパンウェブさんの方で、うんうん、あれなんだよね、編集部の方から今回ウェブになりますよとかって来なくて急に乗るからびっくりするんだよね。あ、そういうもんなんですね。うん、結構そういうパターン、そうそう、あの多いですよね。あの、うん、あの乗ったんだって、そうそうそう、後で公開後に、うん、あの気がつくみたいな、ね、ありがたい話なんだけど、言っていただければね、ツイッターとかで少しでも告知もするのにってところもあるから、うん、今回はたまたま分かってわーって通知したけど、うんうん、よく遡ったらちょっと前のサーティミッツミッションズも一回取り上げられてた。本当に申し訳ないと思って、後で気がつくことありますもんね。そうそうそう、うん、なんかあの、あ、なんか気がつかなかった、ごめんなさい、リツイートみたいな感じで、そう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 、ね、そうそうそう、レベルノバとガルドノバ合体作でやってますね、うん、頭はね、CL ノバ使ってるんで、うん、ノバシリーズで集めてやってる感じ。へえ、あのウェブ記事ってあのもちろんね、紙面の写真も魅力的なんですけど、うん、あのウェブの記事って紙面に載せきれなかった写真、うんうんうん、細部の写真とかも、はいはい、あのホビージャパンさんのウェブ記事って掲載してくださってるじゃないですか、うん、そういうなんかこう紙面の良さとウェブの良さっていうのをちゃんとこうどちらもいい形で、うんうんうん、その作例の魅力を伝えてくださってるのってすごくありがたいですね。そうですね、うん、あそこら辺やっぱホビージャパンさんうまいよね、使い方がね、うんね、せっかく、ね、一生懸命作った作例なので、いろんな形でこう、ね、うん、あのお披露目いただけるとやる気にもつながりますね。いや、そうね、本当よ、うん、あとは何だろう、まあ、ホビーショーの話はね、あとからしますし、うんうん、あれだって、うん、全曲メイキングの話ってしてないっけ、ここで。あ、多分、うん、あれどうだったっけ、前回でもあれだよね、2回目の放送がホビーショー中に行われてたから、してはいないのかな。確か1週目の時終わってから放送したんだっけ、うん、ね、うん、だよね、2回目の前だったんだよね、うん、じゃあいっか、せっかくだったらこう完結編も聞きたいです。うん、うんうんうん。そうだよね、ネタバレ抜きでちょっと喋ってた、うん、そうだよね、さらっと喋ってるね、まだ前編の放送
とか、そう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 、だからあの、うん、完成して等とか細かいところは、うん、だもんね。ね、で、うんうん、あの TVer で見れますよみたいな話もしてました、ね。そうだよね、うんうん。うん、そう、なんか1週目は割となんか早く自分が出てきたとか、うん、結構ギュッとしてたみたいな話はしたんだよね、うんうん、確かね。あ、そう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 、まあ、あの、うんうん、帯状期間中に無事に2週目も、うん、放送されまして、はい、はい、ちょうど2回目の放送日が静岡ホビーショーの期間中の金曜日の夜だったんですよ、ね、うん、そう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 、そうだから静岡駅前のビジホで TVer で見ましたよ僕も。あのTVerって配信後に公開になるんですよね、うん、あれ。そう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 、うん、あのリアルタイムの放送が終わってすぐに上がるんだよね、うん、はい、そうだから、そうそうそう、うん、大丈夫だったかなと思いながら TVer で待ってて30分遅れで見て、うんうん、まあなんとか完成しましたよ。あのびっくりするぐらいその対策が出来上がってて、まさかあんなにガチで作ってるとはっていうのが本当にびっくりしたんですけど、うん、あれ収録日はその、うん、なんかこう何日かに分けてじゃなくて、もギュッと1日で、うん、あのもうね、だからその日の午前中に集まって、うん、その日の日が暮れて夜までやってたから、ほど、ね、本当に8時間半。へえ、うん、そっか、まあ複数人でね、であと、うん、あのまあ京徳さんはもちろん、吉本プラモデル部の皆さんも結構その、うん、ね、しっかり模型作れる方が多いから、うん、まあ複数人で取り組んだとはいえ、うん、8時間半であれだけの対策ができるっていうのは本当にすごいですよね。そうね、うん、まあよく出来上がったなと思う、あれは。うん、でまあ何でしょうね、普通にいつも仕事してるフォーマットからするとここはもっと時間取りたいよねとかあるじゃないですか、乾燥時間だったりとか、ね、うん、でもあ勢いでもうみんなでやって出来上がったらちゃんと見れるものになるんだなっていうのはすごかった、なんか逆に勉強になったというか、うん、でもね、京徳さんがこうテレビで見れるって、うん、なんかちょっとなんかドキドキしました。いや心みたい、あー京徳さんが登場したとか、あなんかすごいなんかいろいろ作ってるとか、なんかあなんかの伸ばしてるみたいないやあれほんと緊張した。あの、うん、いやあの最初ね打ち合わせして、その僕結果として小山さんチームみたいな感じでやってたじゃないですか、はいはい、でせっかくだったら小山さんのアイディアをどれだけ入れられるかだなと思って、はいはいはい、作品の中に反映できるかっていうのも考えつつ、そう、そうだから山の上にお城が欲しいって話になって、うん、でなんかその猫のお城がいいっていうんで書いてもらったんですよ。あの、うん、じゃあなんかざっくりでいいんで書いてもらえますかって言ったら書いてもらえたんで、うん、なんでじゃあ作りましょうっつってプラ板刻んで、で猫のひげがね、うん、全然なかったの。急にあの真鍮線買ってきてって言えないじゃない。うん、だから、あ何使おうかなと思ったらランナーあったんで、あ、そうだと思って、もう、こっちは、もうね、後半は収録うんぬんじゃなくて、うん、とにかく完成させなきゃと思ってるからさ、こっちは。うんうん、だから、もう何の説明もなしに普通にランナー持ってきて、で、スタッフさんにあの、うん、なんかライターとかそういうのありませんかって聞いて、だから用意してくれるのよ。あるよっつって、ほんで振ったら向こうも何するのってなるじゃないですか、はい、で普通にこうチャッカマみたいなの用意してもらったからしぼしぼってやって炙ってたら、あのね大人がすごい集まってくるの前に、なんか面白そうな絵が撮れそうだぞみたいな、そうそうそう、うん、あの多分カメラマンさんとかもプロだから、ディレクターさんとかも多分なんかあいつやってるぞみたいな感じで、そうそうそう、なんだなんだっていう、うん、わーって遊んでくれてるんですよね。うん、そうだからあなんか始まるぞって感じになって、うん、で最初こうボーって炙ってたんだけど、あのねガチャーネのランナーしかなかったのよ。だからあの普段使ってるプラ棒とかと違うから、その炙り加減をうまくしないと伸びないじゃない。はいはいはい、だから最初プチンってなっちゃったの、うん、
で2回ぐらいプチンってなって、うん、ちょっと炙り加減変えたりとかしてやったらうにゅーってなったんで、その瞬間にこううにゅーって伸びるじゃない、こうたら前にいる大人たちがおーって言うのよ。結構ね、うん、我々はプラモデルの世界の住人なので、うん、当たり前に思ってることが、うん、テレビの人にとっては当たり前じゃないっていうことを、そういう瞬間に気づくよね。なんかあ、意外と模型ってエンタメ性ある部分あるんだなと思ったの。あるんだって、うん、もう伸ばしたランナーがおーって言ってるのかなと思うぐらいおーってなるのよ。なんで終わるじゃない、伸ばすじゃない、刻まなきゃいけないじゃない、もうね、前にいる大人がおーって言ってることでアドレナリンが出ちゃってるから、もうカッターで切るときね、プル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 してるんだよこっち。なんかテンション上がっちゃって、笛を押さえながらプチプチって切ってヒゲ作って、だからあ、なんかそういうとこまだまだ面白いんだなと思って、ちょっとね、なんかそこは勉強になった。でも本当にね、普段とは全く違う環境じゃないですか、カメラもたくさんこう回ってるし、うん、そうね、うん、ね、映ってる人たちってそんなにたくさんいないように見えると思うんですけど、実はその現場っていっぱいスタッフさんいらっしゃるわけじゃないですか、うん、だから結構ね、普段と違う環境の中でその模型を作るっていうって、なかなかできないことを体験できて、うん、でも楽しくてよかったですね。楽しかった。そう、うん、うん、そういうのも含めていい体験できたし、うん、まあ何よりもその、加藤さんチームもそうだし、小山さんチーム、うちの方もそうだし、うん、こんなの作りたいなが形になってそれぞれ満足してもらえたのがすごい良かったなと思って。やっぱりテレビのカメラとかやっぱ大きなカメラの前で、うん、こう細かい作業をするときに手を震わせないで作業するって結構大変ですもんね。大変、うん、で本当ね、思った以上にカメラもいるし、うん、思った以上に人もいるのよ、うんうん、だからプラモ作ろうの頃ってマンツーマンだったでしょ。ほぼマンツーマンだよね。うん、うん、自分の時はもうディレクターさん一人が常にうちに来てたから、1対1でここにカメラが来るぐらいしかなかったから、はいはい、よかったんだけど、うん、いや、やっぱもう人の圧がすごくて、うんうん、こんないろんなお仕事の裏話も、ね、うん、お話しつつ、ね、まあ無事に終わりまして、うんうん、はい、ね、いや、見てくださった皆さんはね、うん、普段は見られない超徳さんの表情や、うん、ね、緊張されてる様子も見れてよかったんじゃないでしょうか。そうね、そう、あんまり気にしない派なの、うん、確かに、うん、だけどやっぱり意外なところでそういう反応来ると、なんかね、自分の緊張よりも、うん、そのプラモのその行動で、プラモのアクションで人が湧くっていうのが嬉しかったのよね。あ、うん、そこのなんかサプライズだったかな。その、まずメディアに出るっていうことって、うん、多分想像以上に怖いことなんですよね。いや、怖い怖い、うん、分かる分かる。自分の発言とか自分の行動でプラモデル全体が悪く見られたらどうしようっていう心配が常にあって、うん、なのでやっぱりそのオンエアを見るっていうのはすごく不安ですし、いや、不安だった、うん、あとその、ね、テレビって基本的に事前に確認できないですし、うんうんうん、自分で編集とかもできないから、そうね、うんうん、そうだからね、吉本プラモデル部さんもそうだけど、ああいうカメラの前で、うん、面白いことしたりとか、うん、なんか自然体でいられる人たちって本当にすごいなっていう、うん、うん、そうで結構雑誌とか、うん、書籍とかだからインタビューとかって事前にこう確認させていただいて構成できるじゃないですか、はいはいはい、写真とかも自分で、うん、だから、うん、全然その事前確認できるメディアに関しては何でしょう、
分かってるんですけど、うん、テレビはドキドキしますね。何回してでも、うん、しかもやっぱね、あの初めてのそのジャニーズさんたちとの番組なんで、うんうん、ね、いろんな緊張がありましたね、そこはね、うん、今回の経験をね、あの糧にまたいろいろ、そうね、なんかまたいろいろね、そういうのとかを、うん、頑張んなきゃなと。はい、うん、はい、超徳さんの、報告はこの感じかなですかね、うんうんうん、そう、大越さん個人的に超徳さんが、個人チャンネルでお寿司のゲームをやられてるのがとっても気になりますあれいいでしょ、あれ面白い、うん、なんかへいらっしゃいってね、うん、言ってるのとかもね、うん、なんかやっぱお寿司が好きっていうのは広く発信していこうと思って、やっぱね、魚町とかもやってるぐらいで、やっぱ寿司に関してはこうこだわりたいなと思って、ただちょうどゲームでその寿司のゲーム売ってたんで、いやこれはやるしかあるまいと思ったらね、最初なんかあの何一発ネタで一回やって終わりでもよかったんだけど、思いのほか楽しくて、うん、あの一回目あの見たんですけど、うん、思いのほかの楽しいですよね。そう、あのいろんなそのなんだろう、メニュー開発したりとか、うん、あのいろんなこう職人さんとかをこう雇ったりとかして、どんどんこう、うん、拡張していけるのが、ね、お店も大きくなるし、それこそメニューも増えるし、うん、なんかあの定期的にアクションが起こってくれるから、すごい飽きないゲームですよね、うん、あれね、うんうん、あとあの自販機だけ利用しに来るお客さんすごいよね、環境が効くかって思う値段設定とか、ね、謎の値付け、ね、いやー、ね、もういいね、楽しいな、うん、ちょっとなんかエンディングまで行くぞぐらいの気持ちでやってますけど楽しみにしてます。定期的に握っていこう。次回見たらすごい発展してんのかな、小徳さん。いやでも毎回毎回発展してるんで、だいぶ1回逃すとだいぶ店大きくなってますね。そうですか、うん、ね、興味がある方はぜひ、あの聖徳さんの個人チャンネルでアーカイブも見れますので。そうですね、アーカイブ残ってますので、ね、ぜひご覧ください。あとあれだよね、うん、今日あの静岡コビーショーの話するじゃないこの後、うん、それでもいいんだけど、うん、昨日からネットフリックスでスプリガンが始まっててそれ言うめっちゃあのツイッターにもめっちゃ書いてましたよね。昨日今日で公開されてる6話分全部見たんだけど、うん、超良かった。全話泣いてたもん。そう、うん、でも超徳さんからスプリガンの話ってあんまり聞いたことないですけど、うん、本当に。でもスプリガンはもう、うん、なん中高生の頃に遺伝子に刻み込まれてるからさ、うん、あ、そう、うん、そっか。私漫画読んだことあるんですけど、もう20年以上前ぐらいの話なので、うん、あの途中で一回あの箱舟のところら辺だけ映画になったりとかしたんですよ。ああ、そうなんだけど、うん、あのちょっとアレンジが効いてたりとか、映画にしなきゃいけないから登場人物とかをちょっとこうギュッとまとめたりとか、ちょっと変わってたのよ。で、なるほど、映像化されたのは嬉しかったから、それはそれで楽しかったんだけど、うん、今回のね原作のコミックス読んでたらやばいと思う。でもね、やっぱ今の時代にアニメ化だから、やっぱ絵とかも綺麗だったりっていうのあります？あのね、綺麗っていうか、うん、あの元々のスプリガン の, あのコミックスの絵ってすごい描き込んでんですよ、うんうん、あの人の絵はすごい描き込みがあるんで、はいはい、あの表現しきれないと思ったよね。あ、だから、映画にもなったのもそうだし、うん、後にアニメになったアームズもそうだし、うんうんうん、やっぱね、アニメになっちゃうとちょっと色がのっぺりしたりとか、うん、あの原作の雰囲気とはちょっと変わっちゃうの。だから限界なのかなと思ってたら、うん、もうね、全部アニメがね、うん、コミックスなのよあれやばい、俺が知ってるっていう、ね、あの主人公のおみないゆうのこの、うんうん、顔つき、なんかこうヘッドギアみたいなのつけてんの、戦闘中とかよく、うんうん、そのヘッドギアつけてる下のちょっと睨んだ感じの目の感じとか、うん、あの小回りもねちゃんと再現してる。へえ、それはここキメのコマ、あんなコマだったよなっていうのがドーンってちゃんとくるし、へ、あの言ってほしいセリフは全部入ってる。
へえ、それは素晴らしいですね。そう、皆川さんのタッチがね、アニメで完璧に再現されてる。やばい、あれはネットフリックス入った金額以上の価値をもうもらってるから。興味がある方はぜひネットフリックス何の、うんうん、何ポイラジでネットフリックスにっていう誘導そうそうそう、皆川さんの作品はだいぶ好きですね。アームズもスプリガーもドライブ途中でやめちゃったんだけどね、あ結構追っかけてましたね、うんうん、やばい、うん、まあ本当好きな方、スプリガン好きな方は見て多分損ないから、うん、これ以上喋ってると本当ずっとこの話しちゃうからで、そのこの後ね、またね、静岡ホピーショーの話もねありますしね、はい、あとね、あ最後に、本放送ニコニコ生放送なので、うん、先日ねニコニコニュースにトイラジの動画取り上げていただいたんですよね。はいはいはい、だね、うん、ミニ四駆推し動画をピックアップしていただいて、うん、私も全然知らなかったんですけど、うん、タミヤさんのミニ四駆 の公式ツイッターさんがツイートしてくださってて、はいはい、それで知って、うん、あーってありがとうございます、うん、本当ね、ありがたいね、そこら辺 ね、うん、ニコニコ の、 チャンネルも頑張ってねやってるので、うん、こういう形でピックアップして話題にしていただけるのが本当に励みなんですね、うん、はい、あとあれか、告知ほどで言ったらラストすずりか、うんね、あ、そうです、うん、そうです、はいはい、じゃじゃーんと、はい、現在とど、あの、ね、踊りっていうトイラジのすずりって言おうと思ったら、うん、踊りっていう、ね、ギュッとしただけだもんね。トイラジのすずりのことみんなとどりって言ってるもんね。とどりって言ってるもんね。顔真っ赤やんけ。思った以上にポンコツだったと思って。はい、トイラジのすずり の、 ショップページで、うん、なんだっけ、 T シャツセールか。はい、そうですね、 T シャツセール。はい、うん、T シャツ1000円引きで、そう、軒並み1000円引きはなかなかねないセールなんで、非常にお得になっています。はい、うん、はい、なんか前から欲しいなって思っていた T シャツだったりとか、うん、まあ、トイラジのロゴ T シャツ、あと最近トイラジの YouTube チャンネルが登録者様3万人、ね、3万ラジコがね、はい、3万人されてます、ありがとうラジコの絵を翔徳さんが、画伯が描いてくださったね、イラストを T シャツにもしてますので、一応ね期間限定でロゴにしようかな、ロゴじゃない、そうね、記念のやつをねにしようかなっていう感じなので、うん、ぜひ興味がある方はすずり、とどり、とどりのとどりのショップを覗いていただければと思います。今日いっぱいでしたっけセール、そう、今日の23時59分まで、ね、ですよね、ですね、うん、はい、京徳さんね、魚町の、はい、ショップページにまた新しい柄がね、そう、せっかくセールだから、そうそう、イクラの惑星ね、うん、あ、コメントいただいてますけど ね、うん、ね、はい、柄追加しました、はい、ね、そちらもありますので、あ、うん、スタッフさんありがとうございます、ありがとうございます、スタッフさんもありがとうございます、ね、トイラジのページも魚町のページもこちらもね、うん、見ていただけたらいいですね。ありがたいです。はい。あ、そう、今ね、大越さんが着てるのも、すずりの T シャツなんですけど、うん、ロゴ T。はい、トイラジロゴ T、うん。このね、ブルーのロゴは、ニコニコのチャンネル会員様限定のカラーになってます。はい。なので、応援してくださっている皆様、ぜひ、この機会に手にしていただけたら、うん、よろしくお願いします。うん、そんな感じで近況報告は以上でいいかな、はい、近況報告は、はい、近況報告、はい、以上で近況近況報告はいいかな、うん、はい、はい、何色ですか、うん、この T シャツのことかな、これなんだっけ、なんかちょっと結構ね、ライトベージュみたいな色、しかもすずり、気がつくと生地が増えてたりするもんね、色の。ね、そう、うん、
すすりね、あの色もサイズもあの自由に組み合わせて選べるので、うん、あの好きな色で作っていただいて、そうですね、まあ、うん、一応ね、黒いロゴとかのやつを黒い生地にしたりとかはしない方がいいよっていうのは一応注意事項かな、うん、はい、ね、クローン黒とかになっちゃうと、であれも多分ショップ側で黒は販売しないとかできるんだけど、うん、一応ねトイラジのページはあの黒いロゴとかは黒が選べないようにしてあったりとか、ね、うんうん、あと、白の、カラーのロゴもあるんですけど、うん、はいはいはい、その白のカラーのロゴはあの、うん、黒より発色をさせるためにちょっと特殊なインクとか使ったりとかみたいなのが書いてあって、あ、ね、うんうん、であの黒のロゴよりも値段がちょっと高めになってるのは、うん、あのすずりさんの、サイトの都合で、うん、我々がこう値段を全部変えてるわけではないので、そうなんですよね、色によって違うんですよね、うんうん、そうそうそう、なので白い方が、選べる色がちょっと少なかったはいはいはい、っていう感じなので、まあ、その辺も、うん、あのいろいろとバランス見ていただきつつ、あの皆さんが欲しい1枚を選んでいただけたらと思います、うん、はい、じゃあそんな感じでいいかな、はい、はい、いよいよ、はい、じゃあ、うん、以上近況報告のコーナーでした。はい、じゃあ続いては、うん、ね、じゃあ行くぞ。おかしかったよね、なんかね。続いてわーって言って。行くぞ。はい、行こう行こう。じゃあタイトルコール行くぞ。はい。せーの。の静岡ホビーショー。おーおーおー。振り返り。振り返り。ウェイ。何？大橋さんなんか歌舞伎かなんか習い始めてるんですか。ホビーショー。おーおーっつって。急に身を切るのかと思いましたけども。いやいやいや、はい、振り返りましょう。はい、はい、約、3年ぶりの一般公開がありましたね、うん、今年ね、うん、ですね、はい、まあ、一般公開日もだし、うん、フルでやりましたからね。そうですね、まあ、ただ、ね、あの入場制限があったりとか、まあ、事前登録が必要だったりとか、うん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 、っていう形でこういつものホビーショーとはまたまだまだね違う形ではありましたけど、うん、あの日数的には業者日2日間と業者日2日、はい、学生招待日で一般日2日、はい、っていうあの、まあ、イベントの期間としてはフルでしたね、うん、感じでしたね、うん、はい、超徳さんは、1週間くらい、火曜に入って月曜に帰りました。ああ、じゃあ約、まあ、1週間、まあ、約1週間静岡に、はい、でおられたということで、はい、そうね、久しぶりの出張で、うんうん、それが約1週間っていう、そうね、まあ、本当にもうね体がびっくりしてた、うん、うん、あの何でしょう、この間がなく急に 100% に戻ったね、と、あの、うん、もう徐々に上げていくのかなと思ったらもうスードンってなったからだいぶびっくりしたけど、うんうん、ね、まあ、まだまだね、いろんなあのお仕事の事情だったりとかね、あの、まあ、なかなかあのイベントとかには行けないよっていう方もいらっしゃったかと思うんですが、うん、ね、あのまた来年以降ね、うん、会場でそうですね、お会いできたらいいですね、うん、まあ、ホビーショーと呼ばれるものとしては、うん、今のところ全日本の方も予定はされているので、はい、まあ、9末10頭ぐらいの、はい、ね、うんうん、あたりにまあ一応この調子でやれるんだったらやりそうですから、うん、まあ、豪邸とかは、ね、うん、ありませんけども、うん、まあ、ホビーショーと呼ばれるイベント、ね、うんうん、体感したいなっていうのであればもう変な話あと数ヶ月後には来るわけですからね、はい、うんうんうん、まあ、ね、うん、完全に振り返りですけど、大越さん的にどうでした今年のホビーショー？私は今年はなんだろう、こう、完全に全て関わったわけではないというか、今年模型所でモデラーズ合同展示会の出展をしなかったので、は
はい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 、お休みさせていただいてたので、うん、あのいつものホビーショーは土日の2日間、うん、あの模型の作品を展示させていただいて、皆さんをブースでお迎えする側っていう立ち位置で関わらせていただくんですけど、うん、あの今年と去年のホビーショーに関しては、うん、その、まあ、合同展自体が、去年はなかったっていうのがあって、うん、で、今年に関しては合同展出展せずっていう感じだったので、うん、あのとってもこう普段のホビーショーとは違う感覚で、うん、なんか迎えたなっていうのと、うん、あのまあ、去年今年とあのニコニコの配信で静岡ホビーショー中継 の、うん、あのナビゲーターを担当させていただいて、うん、であのやっぱりそのホビーショーの楽しさとかあの魅力ってあのこれまでこうなんだろう関わっていた中では知れなかったこととかもたくさん配信を通して分かったこともたくさんあるので、うん、なんかまた来年以降そういうそのなんでしょう、まだホビーショーに行ったことがない方とか、あのホビーショー知らない方にも見ていただけるような発信ができたらいいなっていうのを改めて思いました。うんうん、はい、で、まあ、逆に言うとあの毎年、うん、模型上のブースにいるじゃないですか、私。多分10年くらいは模型上で、うん、そのブースを出展していたので、あのずっとその模型上ブースにいたんですけど、ほぼほぼね、うん、あのいたんですけど、あの今回、うん、あのどこにも拠点がなかったんですよ。それがこれまで結構その模型上で参加するようになってからは初めてで、うんうん、だから皆さんあのもし会場にいらっしゃってる方とかが探してたらごめんねって思いながら、うんうんうん、一日その回ってました、はいはいはい、あの配信で、はい、そうだよね、固定脇じゃなかったもんね、うん、今年はね。そうなんですよ、うんうん、そうなんです。だからね、本当にあの、模型教室の生徒さんとかも会場に来てる方、うん、何人かいたんですけど、はい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 、あの遠くからねこう目があって、あーいるって思っても配信中だから、うん、なんかでその生徒さんとかも、あ大越さんいるって、先生いるって思っても、うん、やっぱあ配信されてるって思って小さくバイバイしてもらったりとかして、はいはい、ごめんねって思うん、ね、なので、あの本当にあの会いたいとか、あとあのそのね模型所ブースにあのいた時はあの本書籍とか持ってきてくださったらサイン対応とかさせていただいてたので、なのであのサインしてほしいなみたいな感じで何かこう本とか持ってきてくださってた方がいたとしたら、ちょっとその対応できなかったので申し訳なかったなっていうのは、で今回はやっぱりその混雑を考慮してイベント的なこともなかなかこう難しかったので、うんうん、サイン会とかトークショーとか、まあ、難しかったので、うん、あのそういう意味でもなかなかねどこかに出没しますよ絶対この時間みたいなのができなかったんですよ、うん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 、なのでちょっとがっかりさせたされた方がいたら申し訳なかったなっていう、うんうん、まあ、また来年以降あのなんか考えますなんか考えるので、うん、あのそう今年会えなかったとか今年なんかあいたけどその配信中で声かけられなかったっていう方がいたら来年なんかやります、はい、聡徳さんはどうでした？そうですね、僕は結局去年も行けてなかったんで、うん、本当久しぶりのホビーショー。そうですね、昨年とその前の年だから聡徳さんは、3年ぶりに会場にいらっしゃる。2年間丸ごと行けなかったんで、うんうんうん、で特にやっぱり去年は、ね、開催はされたけど状況が悪くて、うん、でまあ当時も言いましたけども出
験者の側にいながら自粛しなきゃいけない、その一番いなきゃいけない側じゃないですか、ある意味、はい、そうですね、お迎えする側なので、うんうん、いなきゃいけないモデリウムとしての立場がありつついけないっていう状況が、うん、まあ、本当に歯がゆくて、うんうん、思うところもいっぱいあったし、うん、まあ、今後どうなるのかなの不安もあったし、うん、でそんな中で今年の開催で、まあ、フルで5日間に関してはもう何でしょうね、後知恵というか結果論として特に何も起こらず安全に終わったじゃないですか。だからまあ良かったねって言えるし楽しかったねなんだけど、やっぱ会期中もずっと不安はどっかにありましたし、うん、だからそういうのをこう抱えながらやるっていう、まあ負荷、急に100に戻った負荷はあったんだけど、そうですね、特に僕一回かかってるじゃないですか、うん、コロナに。だから、うん、なんかね、人前に出ていいのかなの不安と、うん、人前に出てもらっちゃうかもの不安はやっぱ結構あったんですよ。これまでやっぱイベントとかでちょいちょいその鳴らし運転してのホビーショーじゃなくて、うん、一気にホビーショーだったじゃないですか。そうもう本当にずっと洞窟にこもってましたぐらいのレベルだったんで、うん、うん、そうだけどね、やっぱり出て思ったのは、うん、モデラーとしてもだし、プロモデラー、仕事としてのモデラーもそうだし、そのモデリウムはちっちゃなメーカーですけどもとしても、やっぱちゃんとあそこで顔を出して直接お客さんの前で、うちは今こんなの用意してますよ、ね、こんなのが、お届けできますよっていう PR、 直接その対応できる場所のありがたさだったりとか重さだったりとか、まあ嬉しさよね、あそこに立てる喜びみたいなものを感じる5日間で、だからね、変な話、会場で対応する、まあ、会期中はもう始まってから終わりまでほとんどブースで立ってたんですよ、うん、で、まあ、いろいろ業者の方も来てくださったし、うん、他のメーカーさんとも久しぶりですお話できたし、うん、で一般日とかはいろんな方来てくれてお話できて、うん、まあ、申し訳なかったのはね、そのお客様対応して商品説明してるときに明らかに、あ、なんか知ってくれてるなって人、はいはいはい、声かけたいなと思って、うん、ちょっと待ってくれてるなってなってるけど、こっちの説明長くなってるから、うん、ちょっと諦めて帰っちゃってるなとかは見えてるのよ、うん、全部見えてるのよ、体一つなので、そう分裂したいなって思いますもんね、うん、ホビーショーの時ね。そうとはいえ、ここの説明をないがしろにはできないから、うん、ごめんなさいねってとこはいっぱいあったし、うんうんうん、で合同店も全然回れなかったし、うん、なんだけど、まあ、あ、やっぱ自分はモデリウムの聴得なんだってすごい再認識できたというか、うんうん、であそこにちゃんとそのモデリウムの聴得として、うん、ちゃんとそのビジネスとしてスーツちゃんと着て皆さんお迎えして、うん、で直接自分が開発したりとか企画してる製品をしっかり説明するっていうあの場所、うん、はやっぱたまんないね、うん、ライブ感といい、うん、だから本当昼間はめっちゃ喋ってビジホ帰って即寝るみたいな感じでもうね、一回も外もうまあ、会社でね、社内での、ご苦労様会とか食事はあったけど、うん、誰かと待ち合わせして飲みに行くとか、どっかのサークルさんと一緒にご飯食べるとか全くなかったんで今回、うん、なんかもう本当に電池使い切って帰るみたいな感じで、そっか、うん、私も今回模型&ジョイの打ち合わせとかで、うん、まあ、食事を本当に少人数でしながらみたいなのはあったんですけど、うん、それ以外の日はホテルでご飯食べてました、うんうん、お弁当あれってメーカー内で食事会はあったんですかって言うけど、うちそんなに人数いないから大丈夫よ、うん、パーティー的なやつじゃないからさ、うん、ちょっとさすがにそのパーティー的なやつはね、いや無理無理、さすがにね、難しいかなっていう感じなので、うんうん、せっかくホビーショー自体はうまくいったのに、うん、そこで何かが起きたりとかすると、それで、うん、
ね、せっかくのイベントにケチがついてしまっても良くないので、ね、やっぱりちょっと気をつけつつ、ね、うん、あの行動してっていう感じは変わらずってところですかね、うん、社長とあとね、あの事務の人みたいな感じとか、うん、あのお手伝いの人と 2,3 人でご飯ぐらいのレベルだったんだけど、うんうん、そうだから、そうみんなで集まって居酒屋さん貸し切ってね、うん、あのモデラーがワイワイ集まるようなああいうのは全然なかった、うん、楽しかったな、うん、あのいろんなその制約がある中であっても、うん、やっぱり楽しい時間でしたね。そうね、うん、まあ、気合いも入ったし、うん、なんかあしっかりしなきゃなってこうなんだろうね、本当気合いが入り直った感じ、うん、2年間なんだかんだこう先が見えなくてふにゃふにゃしてるところも多かったし、うん、なんでしょう、なんかあれですよね、いつとか、うん、なんかイベントを やるって決められない2年間でしたね。そうそうそう、だから、うん、先にやるって決めちゃうと本当にできるのっていう感じだし、うん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 、みたいな状況でもうね、今またこういう状況になっとるけど、うん、やっぱ来年どうなるかがあまりにも見えなかったんで、うん、どれぐらい前に進もうとしていいのか、そうなんですよね、とどまった方がいいのかも分からずにいたから、来年できるっていうのも、うん、100% じゃないし、うん、なんかこう 100% ってないじゃないですか、こういうことって絶対できるとか、うんうんうん、いつになったらできるとかってないから、だからね、そういう意味ではどこまで準備したらいいかとか、すごくこう不透明でしたよね。そうね、だからそんな中でやっぱトイラジ、うん、まあ、はい、ここ2年ぐらいずっと、うん、まあ、リモートでね、はい、特にやってるし、うん、まあ、一人トイラジとか活発にやったのもここ2年ぐらいじゃないですか、ね、だからこういう時期じゃないと私絶対 YouTube ライブとかやらなかったですもん、うん、そうだからこの状況だからこそできることを頑張ろうと思ってやってきてたけど、うんうん、なんかこれからはその普通が戻ってくるじゃないですか、まあ、うん、ほぼ日常が戻ってきて、うん、トイラジとしてその戻ってきたからこの状況になる前に完全に戻すのか、いいところは取ったままプラスアルファでやるのかとか、はいはいはい、考えどこですよね、うん、ここからね、そうですね、うん、なんでしょう、このスタイルにはこのスタイルの良さがあるし、うん、なんか元のようにこうみんなで集まって配信をするっていうのはその良さもあるしっていう感じですね。うん、そうそう、うん、やっぱ実際ね、ホビーショーでわざわざね、ブースまで来て会いに来てくれたりとか、うん、声かけてくださった方もね、まあ、今日もコメントで何人もいらっしゃいますけど、はい、うん、やっぱありがたいよね、うん、で直接お話できるとやっぱ常にこの形式だとさ、うちらは喋ってるけど皆さん文字じゃないですか、はい、それがね実際まあ相対してお話できたりとかっていうのも、うん、うん、楽しいから、なんかそういうのに対して不安を抱えずにできるように戻ったら嬉しいよね、うん、ものがね、私まあ、約5日間の開催中、まあ、一般公開で2日間でしたけど、うん、ほぼほぼその配信中とかはお話とかできないとかっていうのがあって、トイラジの T シャツを着てくださってる方をお見かけできなかったんですけど、うんうんうん、超徳さんは会いました、声かけに来てくださってくれる方が身につけてたりとか、うん、トートバッグ持ってくれてたりとか、あ、本当に、うん、いらっしゃいました、あら、ありがたい、うん、そっか、だいぶ年季が入ったトートバッグを持ってる方もいたので、あ、本当ですか、ありがとうございます、嬉しいですね。なんか、ちょうどだからすずりのトイラジのグッズを作った時って、うん、本当にコロナ禍になってたから、そうですね、うん、そのなんでしょう、 T シャツを着てくださってるとかっていうイベントで会える機会がなかったので、そう、うん、だから私はこれまで何度かその、うん、他のイベントではトイラジグッズ身につけてくださっている方とはお会いできてたんですけ
ど、うん、逆にホビー賞で、うん、あのすれ違ってるのかもしれないけど全然お話とかご挨拶とか、あー T シャツ着てくださってるありがとうございますっていうお礼が全然言えてなくて、それこそ来てくれた方の中に、うん、いやもうコメントでもね、シャツとか欲しいとかね、うん、いろんな方、うん、そういらっしゃいますけども、あの、うん、トイラジのもつけてるし、ウオチョウのも持ってるしみたいな感じで、もう全身コーデが、そうね、うん、特産関連グッズ、そういやありがたいなと思って、うんうん、ね、だから、うん、ね、もう年一ホビーショーだけじゃなくて。なんか各地のイベントがね戻ってきたりとかしたらいいなと思うし、そうですね、なんかね今年はそうそう厳しそうだけども、うん、ね、あの僕毎年行ってたあの夏の北海道の ME とかさ、うん、なんか本当楽しいイベントいっぱいあったからね、そこ戻ってきたらね結構まあ時期に応じて各地行けるし、あの結局あれですよ、せっかくあのイベント始めたあの大阪のプラスチック中毒も、はい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 、1回だけやってそれ以降全然できてないんで、うん、ね、そんなのもまたあの人ね集まれるんだったら、うん、ね、また大阪の日本橋の近くとかね、あっちでやれるんだったら全然またやりますし、ですね、うん、あの静岡ホビーショーが終わって以降仕事イベントのお話とかいただくことが本当に多くて、うんうんうん、今からちょっと秋とかが怖いです。ああ、一気にね、特に大越さんなんかはイベントとかでね、はい、うん、教室とかいろいろ仕事多いじゃないですか。うん、うん、そうなんですよ、ね、なんかそのね、でもお声掛けいただけることはありがたいんですけど、うん、やっぱ急に全力疾走するとやっぱりちょっと息切れしちゃうのが怖くて、ね、体調管理とかも本当にしっかりして臨まないといけないなっていうのを今、うん、気を引き締めつつスケジューリングをしているところです、うん、僕も今から全日本の準備してますからね、うん、ですよね、そうなんですよ、うん、今からも秋の準備に入るので、そうなんですよ、だからねちょっとドキドキ楽しみでもあり、うん、ちゃんと頑張らないとなっていう、うん、ドキドキしてます、うん、でまたその秋の状況でどれくらいこう開催できるかっていうのは まだわからないじゃないですか。まあそうですね、うん、だから今のまま状況良くなったらできそうだから、うん、それこそ大越さんとか来てもらいたい人を早めに声かけておこうみたいな感じですもんね、うん、状況、うん、でもう夏休みはもう直前すぎて、うんうんうん、もう今からだと間に合わないみたいな感じで秋だと思うんですよ皆さん、うんうんうん、だからねそういう意味では頑張ろうって思ってます、うんうん、ね、やっぱりその、イベントもそうなんですけど、うん、やっぱり ありがたいことに授業とかで大阪にちょいちょい行かせていただくことがあって、うんうん、あの実は5月は、うん、静岡毎週静岡とか大阪とか、うん、あのどこかしらに平日は行ってみたいな感じだったので、そういう忙しさが戻ってきたっていうのもありがたいなって思いますし、ね、あの体大事に、ね、うん、あの皆さんにいいお知らせがたくさんできるように頑張ります、うんうん、ね、そう、あのこの間あの大阪に行った時にあのヨドバシカメラ梅田店様であのフレームアームズガール の教科書と塗装の教科書、うんうん、2冊あの本を出させていただいてるんですが、その本の中の作例をほぼほぼこれまでの最大点数展示いただいてたコラボ展示があったんですけど、うんうん、あの無事に撤収をさせていただいて、あのなんかね嬉しかったですね、あのショーケース丸々1つ分、うんうん、入れさせていただくのってなかなかできないことなので、ね、しかもあの出版社さんもすごい協力してくださってパネル作ってくださったりとか、うん、武器屋さんもあのパネル作ってくださったりとかして、うん、本当に一人じゃできないのでありがたいなと思いました、うん、ね、あの見に行ってくださった皆さん本当にありがとうございます、うん、はい、そして何でしょう、
ホイラジコラボコーナーね、ああ、はいはい、ありまして、うん、そちらは継続してまだ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 展開中なので、ね、あの、うん、展示できるものをちゃんと作んなきゃね、うん、そうなんですよ、ね、そうなんです。だからね、5月中で、ね、全然その模型とかに触れてなくて、はいはいはい、ずっと移動したりとか、うんうんうん、あのね、せわしなくせわしなくこう打ち合わせしてたりとかしてたので、うん、だからね、この間のあの、そう、サメのプラモデル作ったのが、うんうんうん、久々のプラモ、ね、突発ザメ、かわいい、ね、そうなんですよ。そうね、自分もね、プラモ買ってはいるんだけどね、なかなか作る時間がなくて、うん、あの、あれですよね、聡徳さんの場合はあの他に作例とかは作ってるんだけど、そう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 、プライベートのプランを作る時間がないってことですよね。そうですね、うん、さっきも言った200分の1のヤマトは作ってますし、うん、で OB ジャパンさんからの作例とかもちょこちょこ作ってるんで、うん、やってはいるんですけど、うん、いかんせん好きで買ったものはどんどん積まれていくっていう状況になってるんで、うん、あとはね、あの、先月は部材をいっぱい作りました。あー、展示用の展示部材を、うん、うん、スケジュールを見ながら、うん、作りたいものが本当に今いっぱいあって、いや、いっぱいある、もういっぱいいっぱいあるんで、こっちにも。なのでこの間ね、この間打ち合わせの時に、うん、大越さん休みがあったら何したいですかって聞かれて、はいはい、ゆっくり腰を据えて模型を作りたいですって言ってちょっとびっくりされたことある。いや、でも結局そうなるよね、うんうん、もうあまりにちょっとその出の仕事が多くて、はい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 、で、うん、あの、いろんな方とお会いしてお話ししてるっていう時間もすごく楽しいんですけど、うん、あの、そういう時間が長くなるとちょっと今日は家にこうこもってずっと作ってたいなっていう気持ちになったりとか、うん、なんだってカメラとかも回さずに、うん、ついついね、我々ほらトイラジでもしかしたら動画化できるかもみたいなので、うん、常に作業中カメラを回すようになってるじゃないですか、はいはい、うん、なんだったらそのカメラも回さずにただただ自分のためだけに好きなものを好きなように作るっていうのをやれたらいいなとすら今思っていますここのところ、あの、僕の方は作例のプラモを撮影しておいて、で、その編集部さんにはもちろん話し通して作例を動画化できるようになってきたじゃないですか、はいはいはい、アプレイバーしかり、空母キリオしかり、うん、まあ、レーガーの時もそうですし、うん、あの、今やってる作例が動画化できない作例だったりとかするんですけど、はい、あの、全く動画撮る必要がないというか撮れないって分かって作る時って、うん、こんなに早く作れるんだってこと、早い、わかるめっちゃわかる、うん、そう、カメラのセッティングとかアングルとかやっぱ考えるだけでもやっぱ1時間ぐらいかかるし、うん、でその塗装するときとかもね、うん、あのカメラに見えやすいように、うん、やっぱ 見ながら手とか動かすから、うん、その通常だとすごくやりづらい手の角度でこう塗装とかするし、うん、なんですよね。そう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 、だから、うん、結構僕作業するとき、まあ、この前の机でいつもやってるんで、うん、あのカメラ今アームこっちにやってるけど、こうカメラがあって、はい、ここでやるんですよ、こうやって見ながら、うん、なんだけど、あの、撮影しなくてよかったら別にこうやってここに箱を置いてパチパチ組んだり、ずっとここでこうやすりかけたりしても何も大丈夫じゃない、めっちゃ進む。あの、なんだったらね、机にこう肘ついてちゃんと固定しながら、うん、こう細かい作業したりとかっていうのも、あの、筆塗りとかのね、ここの位置にすると安定するのに、うん、カメラで撮ってる時に
こう見えやすいようにこう移動したりとか。そうで、だいたい僕こっちのカメラ固定ピントにしてるんで、うん、初めに想定した手の位置をこうやって見て、うんうん、で画面見てピント合わせるんですよまず、うん、であったなと思ったらその位置になるようにしながら録画ボタンを押してこうやって作って、うん、でチェックしてみたいな感じなんで、うんうん、好きな格好で模型作っていいっていいね。いいよね。待ってさ、動画撮るんだけどさ今後もさ、うんうん、気を抜くとさ、やっぱりずなんかはみ出しちゃったから はみ出しちゃったりとかするもんね。そうね、録画しながらチェックした時に、うん、なんかこの絵のこう端っこのここら辺に手があったりして、うん、よくライブでも言われるじゃないですか、あの一人トイラジやってる時もこう作業を極力手元で映そうとするんだけど、うん、なんか手見えないですよとかコメント来るけど、うん、普通そうやでって思うもんね、どうかね。こうなって見えるようにしてるのが特殊なんやでって思うけど、ああすいませんって言ってこうやってやってやっぱりね、そのカメラを気にして作ってても途中から集中しちゃうとやっぱもっと近くで見たいとか、そう息止めてこう筆で塗ってたりとかすると画面の中にね自分の後頭部がねどんどん入ってくるの。そうなんかね、うん、変なものが邪魔になるんだよね撮りながらね、うんうん、そう、あの後頭部って思いながらカモって。まあでも慣れた方ですけどね、うん、分かる。そうそれでも見てほしいって言ってくれるから、うん、私たちは頑張るし、うん、で頑張った結果見てもらえて数字でこっちに返ってくるから全然そこはいいの、うん、今後もそうするんだけど、しないで作るプランをたまに挟むとこんなに早いんだオラはって思うもんね。ああ本当にそう思います。あのおっぽりを全部外した時の悟空みたいな気持ちだった。どうすごいわかる。いや多分ね、普段だから撮影しながらやる作業の3倍ぐらい早いと思う。体が軽いぞっつってね、もうふわーってやすりかけて。だって塗装一つとっても塗り上がったものをずっとねカメラの前に置いとくと邪魔じゃないですか、うんうん、映り込んじゃって、はい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 、だから塗った後一回ちょっと遠くに置いて、また遠くに置いてあるやつを他のやつを取ってきてまた塗って、また遠くに置いて、うん、なんかちょっとあーこのやつだとちょっとほこりつきそうって入れ替えてみたいなのずっとやってるわけじゃないですか。でそれカメラ回ってないともう全然塗ってボンボン置けるわけだよね。そうね、うん、そう塗ってボンボンだね。これだけそのなんでしょう、なんか気を使わなきゃいけないというか、でちょっとうっかりすると全然こうエアブラシがカメラから消えちゃうわけじゃないですか、うん、なんかそういうところを気にしながら作る、うん、なんだろうね、だいぶ慣れてきて、それはそれで、ね、編集して動画になって見てもらえるのは嬉しいから全然やるんだけど、なんかたまにその何の縛りもないことやるとそれはそれでまたリフレッシュになって面白いよね、うんうん、って話だよね、うんうんうん、そう、まあ別に感謝を押し付けたいわけでもないからさ、あのうんいいんだけど、あの当たり前に配信ベースになってたことがなくなると、あ、こんな感じだったんだっていう逆に新たな発見みたいなところですよね、みたいにとってね、うん、であれだよね、ホビーショーの話しなきゃいけないんだよね。そうですね、ホビーショー、うん、なんか多分みんな聞きたいと思うんで、うん、気になった新製品とか、あー、うん、いろいろありますね、うんうん、あのもうあの掲載中なので、うん、あのお話しするんですけど、うん、あのファイモールドさんの、うん、あの F2 の A か B か、A の方ね、 A 戦闘機はあの昨年こうクリスマスフェスタで取材をさせていただいて、はい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 、
その時に初めてその発売のことを知って、うん、ずっと楽しみにしていたので、今回また新たに取材をさせていただいて、グッズプレスさん の、 あのホビーのニュースコラム、今回掲載させていただいてて、はいはいはい、うん、なんかこう今回のホビーショーでももちろん注目のアイテムなんですけど、うん、まあ、これまでその開発の過程をずっとこうお伺いしてたりとかして、うんうんうん、なんかちょっとあもうすぐなんだなっていうのはすごく嬉しかったですし、うん、と今注目してるのは私海洋堂さんが初めて静岡ホビーショーに出展されて、うんうん、新たにプラボケプラアートプラっていうブランドを立ち上げて、うんうん、プラモデル の、 シリーズ展開されるんですけど、その中の動物ネットが大越、うん、さんめちゃくちゃいいなと思ってて、そうそうそう、あのね35分の1スケールの動物のセットなんですけど、うん、動物園シリーズで、うん、なんでしょう、お客さんのフィギュア、35分の1のお客さんのフィギュアと、うんうん、飼育員さんのフィギュアとか、あと動物のフィギュアがいろいろあるんですけど、あのね、なんだろう、こうお客さんフィギュアの表情がとっても豊かで、うん、お子さん、ちびっ子のお子さんのフィギュアとかについて、ちっちゃいお子さんのフィギュアってなかなかこう探すの難しかったりとかするので、なんかこうなんだろ う、 こう日常風景を切り取ったフィギュアみたいな感じでいろいろ選択肢が増えるのは嬉しいなって思いましたし、うん、あと動物もね結構マニアックな動物がラインナップされておりまして、これまでも例えば、まあ、いろんなメーカーさんから出てるんですけど、まあ、動物セットとかいろいろある中でそれまでにはない動物も立体化されてたりとかするので、うん、なんかそういう意味でもこのシリーズ全部揃えて動物園とか作ったらめっちゃ楽しいだろうなとかは、うんうん、ついついいろいろやりたいことを妄想してしまいましたね、うん、だってゾウガメとか、はいはいはい、ハシビロコとかいるんですけど、とか動物園だからそういう動物も出せるんだね、うん、そう、うんうん、だからどちらかというとライオンとか、うん、キリンとか動物園の動物みたいなのがメインなんですけど、そうなんですけど、すごいね楽しみですし、太陽の塔の、うん、はい、とかもめちゃくちゃ楽しみで、うん、内部を再現されてるんですよ。うん、変わってましたよね。そう、現、うんうん、現在の見学コースを再現したプラモデルが出るので、うん、なんかこれも楽しみだなと思って、うん、はい、ひょうとくさんは何か楽しみなプラモデルか、コトブキ屋のレドラー、コトブキ屋のレポートで取材されてた、うん、コトブキ屋のレドラ、うんうん、そうね、ユーアさんのところからのね、うん、ラジコはもちろんなんですけども、うん、ラジコはねまたなんかちゃんと進んでなんか形になってきたらホイラジでちゃんとね企画かなんかしたいですよね、はい、うん、だけどやっぱもう本当僕はレドラです。おう、うん、最高だったレドラ。だってもうモデリウムのブースに来てもらって、うん、でその人もゾイド好きの話してた時に、いやなんかこんなこと言うのもあれだけど、うち見る前にまずコトブキ屋さん行ってレドラー見てきなさいって言ったもん。なるほどね、うん、あ、まあ、まず見た方がいいって。今ゾイド好きなんだみたいな、うん、あそこ行ったみたいな、そういう、うん、好きだったらまず見た方がいいですよって言って、うん、レドラー最高だったな、絶対買う、うん、その他にもいろいろ、あ、絶対2回言ったね。うん。その他にもいろいろ、トイラジの、レポート動画。はいはい、そうね。コンディションのレポート動画にもいろいろとね、うん、MC2 人が気になったアイテムを紹介させていただいております。うん、すごいありがたいことにね、うん、メーカーさん、お忙しいところ、ちゃんとね、コメント対応いただいたところがあって、うん、あ、ね、うん、ありがたい。タミ
宮さんの、あの35分の1の、うん、アメリカ兵のフィギュアか、はいはい、あのフィギュアがすごかった。あ、そう、うん、インジェクションでこんなんできるんだと思って、うんうん、あれは普通にすごかったか、あの、うん、いろ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 こうお話しするといろいろあるよ、ね、うん、そう、パインさんだとね、僕 F2 は B の方が好きなんで。え、そうなの、うん、B の方は、B は複座なんで、うん、そう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 、ピアノ B がね長いから、僕 あっちのシレットのバランスの方が好きなんで、あっちまちで、うん、あのふと思ったんですけど、うん、静岡ホビーショーを聡徳さんとこんなになんか静岡ホビーショーの話をする機会ってあのなかったね、ないですね、うん、あのちょっとさ本放送で話すだろうから、うんうん、あんまり言わないでおこうかなってなかったですか。うん、ね、そうですね、なんかの打ち合わせとかの時に、うん、その流れで喋っちゃうともう消化しちゃうから、うん、そう、なんかここまで話さないでおこうと思っていたから余計にかな。うん、うん、ね、いろんなアイテムレポートでもご紹介させていただいておりますので、うん、もしよろしければトイラジのね、イベントレポートもご覧いただけたらと思います、うんうん、はい、まあなんかがっつりって感じじゃないですけども、うん、まあトイラジなりに気になったものをつまんでご紹介してますよって感じの動画ですからね、うん、はい、とスタッフの方からそうそう、はい、ということで、じゃあ、はい、とかも1時間半経ってますね、ね、うん、今日も反省会はやりました。やります、はい、はい、うん、この後、チャンネル登録いただいている皆様へ向けて、うん、本日の、反省会、うん、配信させていただきたいと思います、はい、本日はどんな反省をするのか、うん、ね、反省することが噛んだ回数によっていろいろ反省の度合いが変わるのか、ね、うん、あるのかないのか、ね、あるのかないのかわからないですけど、反省会でしか聞けないお話もね、いろいろあるかと思いますので、興味がある方はぜひ、ウィラジのニコニコチャンネル、会員登録よろしくお願いします。お、ね、今登録しても見られます。はい。うん、ね、はい、はい。というわけで、うん、あっという間の1時間半でしたね。なんか今日は早かったな。うん、まあ、いろいろね、近況報告もありましたし、うん、静岡ホビーショーの話ですもんね。そうですね、うんうん、ね、なんでまあ、この後の反省会で、うん、もうちょっと突っ込んだこと聞きたいよとかね、うん、なんかホビーショーのこういうとこどうでしたみたいな話とかなんかある方はそこでまたコメントいただければまた何かしら話せるやもしれませんので、はい、うん、反省会はじゃあ、うん、はい、じゃあ、9時35分から開始ということで、じゃあ5分間休憩ということで、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、68回目でしたっけ、うん、今回、はい、はい、のトイラジ本放送、皆さんご視聴本当にありがとうございます。YouTube チャンネルの登録ね、ニコニコチャンネルの登録もお待ちしております。はい、ではまた次回お会いしましょう、はい、お相手はこちらのご視聴と聡徳義孝でした。ありがとうございました。また後ほど。ではでは。